こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、久しぶりにベイブレードで遊んでみたいと思います。でですね、何をするかと言いますと、一番最近発売されたこちらのはじめ社長モデルの超絶バルキリーを使いまして、こちらの歴代のバルキリーたちと対決してみたいなと思います。こちらのバルキリーたちはみんなデフォルト改造なんですけど、超絶シリーズの時のキャンペーンのやつです。で、このウィニングバルキリーのゴールドバージョンがね、すごく気に入ってるので、これもね入れたいと思います。で、こちら改造はキャンペーンの時の改造になってます。ガンメタのエクステンドに赤のセブンディスク、確かねこれすごく強かったと思うんですよ。なのでね、これも使いたいと思います。バルキリー対決なんで、気持ちいいバーストシーンがバンバン見れるんじゃないかな。ではまずはこちらの初代バルキリーと対決してみたいと思います。はじめ社長モデルから先打ちます。そして初代バルキリー、おーどうだ、あんまり当たりにくい、あんまり当たりにくい、あダメかダメか。では次はビクトリーバルキリーと対決してみたいと思います。でははじめ社長モデルからいきます。そしていけ、おー1ポイント久しぶりにやると楽しい。ではもう一度いきます。そしてよっしゃ、どうだどうだどうだ、うまく出せる？あ、無理かな？今度は出された。勝敗どうしましょうかね。とりあえず2ポイント先取でいきますね。はじめ社長モデルからいきます。じゃあ、ビクトリーで勝ってやる。いけ、ビクトリーで勝てるか？無理かな？さすがにちょっと無理かな。持久力になるときつ、いける？いける？いけない？あ、どうだ？おぉ。やっぱり無理か。では次はこちらのゴッドバルキリーと対決してみたいと思います。やっぱり持久力ははじめ社長モデルの超絶バルキリーの方があると思うので、こちらから先打ちます。よし、そして超絶じゃないゴッドバルキリーいけ、どうだどうだ、バースト負けはなかなかされないでしょうけど、リブート同士どうだどうだ、ああ、一回ね、はじめ社長モデルから先打ちます。そしてゴッドバルキリー行け、よし、リブートしろ、ああ、どうだ、ああ、これはどうなんだ、どっちが勝つんだ、ああ、ということで、はじめ社長モデルの勝ちです。では次はこちらのウィニングバルキリーと対決してみたいと思います。ここら辺から強いっすよね、ガンガンぶつけていきます。でははじめ社長モデルから、そしてどうです、バルキリー行け、よっしゃ、いた、もう一回行け、あー逃げられた、あー無理か、あーよっしゃ、いった、あ、ダメか、あ結構いい感じで当たったけど、やっぱバーストしないっすね。2つはなんとかね、羽閉じたみたいなんですけど、肝心のね、ロックのとこの羽がね、閉じてないんで。では今度はこちらでいきます。キャンペーンの金のウィニングバルキリー、あ、ここら辺から持久力多分変わんないと思うんで、交互にいっていきたいと思います。まずははじめ社長モデルかな。で、ウィニング、金のウィニングはね、これ確かめっちゃ強かったと思うんですよ。うわうわですよね、あー強い、やっぱ強いっすねこれ。次は金のウィニングバルキリーから、そしてはじめ社長モデルどうだ、うおー
就活さあリブートしおーはは、さあリブートしおーはは、さあリブートしおーはは、あいった発電所長モデルいったではですね、次は超絶バルキリー同士の対決したいと思います。これはなんか熱い戦いになりそうな気がしますね。まずはね、はじめ社長モデルで、超絶バルキリーどうだ、うわはじけ飛んだおぉ、すごいな。じゃあ次は超絶バルキリーから先打ちます。で、どうだ、さあ、決まるかどっちだ、おぉ、あ、結構、おぉいいぞ、あ、だが、バーストはしない、おぉ持久力はでも、なんかこっちの方がありそうですよね。はじめ社長モデルから打ちます。で、さあどうだ、おぉ、うわぁ、来た、おぉ、おぉ負けたいや、強いな。いや、当たり強いっすね。うん、ドライバーがゴムなだけあって当たりが強いっす。はじめ社長モデル、ここで負けました。では最後はこちらのスラッシュバルキリーと対決してみます。では、まずははじめ社長モデルからいきます。そしておおおおおはじけ飛んだ、はじけ飛んだよ。次はスラッシュバルキリーから、そしてはじめ社長モデルの超絶バルキリーどうだ、やり返した。うん、どっちもどっちも強いですね。まあ、はじめ社長モデルからいけ、どうだ、うわどうだ、うわ、はじけ飛んだ同時バーストですね。どっちがどっちが勝つんでしょうか。次はスラッシュバルキリーからいきます。ポイントは1-1です。あ、どうだ、あどっちか、おお今のは効いた、おお、あ、はじめ社長モデルの勝ちです。ということで、これどういうことだろう、一番強いのどうなんだろう。これとこれだったらこっちいいんですよね。通常版の方が勝ったんで、ごめんなさい。最後にね、この対決してみたいと思います。今度は超絶バルキリーかな、テスラバルキリーどうだ、うわー超絶バルキリーデフォルトのやつがひょっとして一番強いんですかね。